はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はこちらのキャンドゥでたくさんお買い物をしてきて、便利グッズとかモノトーンのものとかいろいろと紹介したいものがあるので、一つ一つ紹介していきたいと思います。はい、それでは早速スタート。ということで、どんどん紹介していきます。買ってきました、こちら。これは千切りが驚くほど簡単にできるピーラーらしくて、刃がこういう感じでギザギザになってて、これで大根とか人参をシュッシュッシュッってやると、この絵のような感じの千切りが簡単にできるらしいです。いいですよね、これ使ってみよう。便利グッズ、こちらはリピート買いなんですけど、テープのお汁拭きとかウェットティッシュとかとっても不便なので、そのテープをビッて取って、こちらを代わりに貼り替えて、これはね、片手でピッて開けれて、ピュッて取ってピッて閉めれるのでそう。次はこちら、アルミクリーナー2個組の鍋フライパン用。鍋とかフライパン、油っこいものとかを洗う専用のスポンジが欲しくて、これを買ってみました。どんなもんなのかまだ使ってみないとわからないですけど。で、あとはこれ、皿つかみ、手袋みたいなやつは持ってるんですけど、なんかわざわざこう手を入れて鍋とか掴むのがめんどくさいので、こういうの欲しいなと思ってたので、これをちょうどいいのがあったので買ってみました。あとはこちら、こちらは消臭布袋、炭の力で消臭できる袋らしいんですけど、この前靴を持ち運ぶ機会があって、その時にね、どういう袋に入れていけばいいか分かんなくてっていう時があったので、こういうの家に置いといたら便利かなと思って、あと靴のね、匂いとかもこれだったら気にならないのかなと思って、これ買ってみました。次、こちら衣類カバー、衣類カバーなんですけど、こういうね、主人のスーツとか私のちょっと綺麗めなドレスとか、ほこりかぶらないようにカバーしようかなと思って、これを5枚ぐらい買いました。で、これからね、あの季節も変わって衣替えする時期なんですけど、冬服のコートとかをこれでカバーしようかなって思います。これのシリーズで、このお布団とかを入れれるカバーなんですけど、子供に使ってるブランケットとかがすごいあるので、まあ、この時期これから毛布とか使わなくなるしと思ってこれ買ってみました。またまた同じシリーズのこちら、このバージョン、これは窓付き収納ケース、何が入ってるか分かるよっていうケース、子供の着れなくなった洋服がいっぱいあるので、とりあえずこれにしまって置いとこうかなって思って買いました。はい、これもね、すごい白と黒でニコちゃんマークの絵とか書いてあって、すごい可愛くて買いました。そしてこれ、レンジフードのフィルター、あのレンジフード掃除するのがめんどくさいので、このフィルター貼っとけばそんなにまめに掃除しなくてもいいかなって思うので、いつもフィルター貼ってるんですけど、これはおしゃれな英語の文字がうっすら入ってて可愛いので、まあ見えないんですけどね、これかいいなと思って買いました。紙コップホルダー、紙コップホルダー、最近お家に人が来ることが多くて、その度コーヒーとか出すんですけど、子供がいると洗い待てもすごい面倒くさくって、
紙コップで出すことがあるので、あったかいものを出すときにこれに入れて出そうかなと思って買いました。これすごい気になってたんですけど、マジックソープ、嫌な匂いが落ちるマジックソープらしいんですけど、なんかね、このね、ステンレス製のこの石みたいなやつ、魚とか玉ねぎをいじった後に水で流しながらこれで手をこすると匂いがなくなるって。で、早く使ってみたい。これはいいじゃない。これ携帯ゴミ袋ケース、出かけた時におむつとかを入れようかなって思って、このゴミ袋、こういうなんかロール状になった袋が一緒についてて、これをこの中に入れて、ちょっと今おちびちゃんが泣いてる。今は主人がねリビングで見ててくれてるので、すごい叫ぶのが最近好きで、なんか機嫌よくてもずっと叫んでる時があるんですよね。何なんだろう、そういう時期なのかな、7ヶ月って。はい、できた。こういう感じでキーホルダーみたいにかけられるのかな。で、チューってゴミ袋がこっから出るっていう便利グッズ。黒い袋だから中に何が入ってるかもわからないからいいですね。で、これの詰め替え用も一応買いました。ワンロールで8枚入り、結構少なかったな。次はこちら、アニマル柄の子供用ハサミ。ちっちゃいし、まあ白黒だし可愛いと思って買ったんですけど、ハサミをね、この部屋にハサミがなくて、ハサミが必要な時とかあるのでパッと出せるように、このお部屋用にこれを買いました。で、次こちら万年筆。これもなんかゼブラ柄みたいになってて可愛いと思って買ってみました。あとは最後ですね、この容器なんですけど、この容器をたくさん買いました。このね、ガラスケース、ガラスキャニスター、丸型 350ml 入るこのガラスケース、料理の時に使う乾燥物をね入れて収納してるので、これをねいっぱい買いました。はい、ということで購入品動画は以上になります。また。あー、チビちゃんが泣いてる。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。